今回のゲストは皆さんご存知でしょうかね、あの脚本書かれてるらしいんですけども、三谷幸喜さんです。どこ見て、初めまして、三谷幸喜。 YouTube 初めてなんですって。 初デビューですよ。初デビュー、はい。伏線の話をしたいなっていうふうに、はいはい、思いました、うん、一番映画として伏線が聞いている映画は何か、もう完璧な伏線映画、うん、僕の中でもうそれは殿堂入りなのはビリー・ワイルダーなんですよ。あ、はい、ビリー・ワイルダーの、アパートの鍵貸しますの、うん、コンパクトの最後に割れてるやつ、そうそうそう、うん、あの話からしていい？どうぞ。ジャック・レモンがサラリーマン で、はい、で自分の部屋をその上司に貸して、うん、で上司がそのラブホ代わりに使ってる、ね、使ってると、うん、でその代わりに自分はこう出世していくっていう、まずその見返りにね、前提があって、うん、ジャック・レモンの上司がいて、その上司がフレッド・マクマレー、ね、マクマレーが、うん、エレベーターガールのシャーリー・マクレーンと付き合ってるんですよね、うん、フレッド・マクマレーにはもう家庭があって奥さんもいて子供もいて、でもシャーリー・マクレーンは付き合ってて、でなかなか別れる別れるって言いながら別れてくれない、うん、なんかもどかしい関係があって、で最初にそのコンパクトが出てくるシーンっていうのが別れ話のシーンで、あのなんかチャイニーズレストランで2人が会うんですよ、はい、うん、でシャーリー・マクレーンはもう別れましょうみたいなことを言って、うん、でフレッド・マクマレーはまあいいじゃないか、俺今度弁護士に会ったから話は進んでるからもうすぐ別れるからみたいなこう適当なことを言ってつなぎ止めようとした時にシャーリー・マクレーンが泣いちゃうんですよ。で泣いて、でお化粧がちょっとこう剥がれちゃったっていうか、なんか汚くなっちゃったんで、それでコンパクトを出してちょっとこう直すっていうのがまず最初のコンパクトなんですよ。はい、都合3回出てくるんですよ、コンパクトは。1回目のコンパクトはそのお化粧を直す、でその時は割れてないんですよ。でフレッド・マクマレーはその日なんとかその彼女を説得して、で2人で、これからちょっと、ラブホ代わりに使ってるジャック・レモンのところに行こうって言って連れてくんですよ、うん、で次の日なんですけども、今度割とこうバーッと話が飛んで、ジャック・レモンがその上司に会うシーン、フレッド・マクマレーに会うシーン、なるんです会社でね、はい、うん、昨日あなたは私の部屋をお使いになって、うん、で、まあ、誰と行ったか分かんないんですよ、ジャック・レモンは、うん、でその女性の方が多分忘れていかれた、コンパクトを見つけたんで、これお返ししますよ、はいはい、って言うんですよ、うんうんうん、で開けてみたら割れてるんですよ、うん、で要は何かっていうと、その割るシーンってあったっけ、ないんですよ、うんうん、すごい省略されてるんですよね、うん、でジャック・レモンがその見つけるシーンもないんですよ、うん、で見てる人は、あ、前のシーンでその割れてなかったコンパクトが次のシーンでは割れてるから、うん、きっとその前の夜になんかこう喧嘩したね、うんうんうん、っていうふうに思うじゃないですか、うん、そのためのコンパクトだと思うわけですよ、みんな、うんうん、でもこれで一回伏線回収されてるから、うん、もう忘れちゃうんですよ、そのコンパクトの話を、うん、そしたらもう一回出てくるんですよ、うん、もう一回目はなんで出てくるかっていうと、ジャック・レモンはシャーリー・マクレーンのことが実は大好きで、うん、2人で会うシーンがあって、うん、シャーリー・マクレーンにその僕は今度重役になったんだよって話をして、うんうん、で重役のかぶる山高帽みたいのがあって、思い出してきた、はい、こんなの買っちゃったよとかって結構見せるんですよ、うん、それ見せると鏡で見せてやる、そうで彼女はそれをコンパクトを出してほらっ って彼を見せるわけですよ、うん、で彼は見た時に割れてるんですよ、そのコンパクトが、うん、その瞬間に、あ、この人が自分の上司の彼女だったんだってことが、はい、っていうことはこのコンパクトには2つの意味があって、うん、1つは、シャーリー・マクレーンとフレッド・マクマレーが前の日に喧嘩したっていうことが分かる、なおかつそのシャーリー・マクレーンがフレッド・マクマレーの彼女だってことをジャック・レモンが気がつくための道具で、なぜだからその伏線臭くないかっていうと、うん、
2つの意味があるからで、うん、1つ目でもう終わってると思うから、うん、まさかもう1回出てくると思わないんで、そこでやっぱりあこういうことなのかっていう風に。それね、今三谷さんおっしゃった2つの意味って僕本当に重要だと思う、うん、あらゆる伏線で、伏線のために出したら全然面白くないから、絶対何かのことで出してたらそれがもう1個意味を持ってたっていうといいですもんね、うん、全部。で最近の伏線はね、大体1個しかないのが多いんですよ。あなるほど、なんか、うんうん、もどかしいっていうか、うん、違うだろうと、本当の伏線っていうのはそういうもんじゃない、ね、うんうん、そうそう、だから違うものだと思ってたら、うん、あれが伏線だったっていうことで、 それぐらいやんないと伏線って言えないと思って、僕はもうだからなんでこんなことが思いつくんだろうって思うんですよ、うん、そのアパートの鍵貸しますを見るたびに。結構思いついてませんか今までに。いや僕はあのレベルのものは無理で、もう悔しいけど無理ですね、うん、まあ神ですもんね、すごいよくわかる。それはで他にあの伏線映画として有名なのが皆さんお好きなあのバックトゥーザフューチャーなんですけども、うん、あれもいっぱい伏線あるんだけど、あの伏線は頑張ればなんか思いつく感じがするんです。すごいよくわかる。僕ねバックトゥーザフューチャーも年に1回ぐらい見るんですけど、うん、もうだから毎回見てるじゃないですか。そうすると頭の方が伏線を見せるために作られてるような感じがして、ちょっとねなんかそうちょっと鼻じらんじゃうね。可愛らしいんですよ、なんか、うん、研ぎ澄まされてないっていうか今のねあのアパートの開発数に比べるとね、伏線伏線してるから、うんうん、よくわかる。すごい好きなんですけど、うん、でそうやって考えると僕の大好きな伏線映画は何かっていうと、うん、サウンドオブミュージックなんです。伏線映画でしたっけあれ。サウンドミュージックはものすごい伏線映画で。そうだっけ。自分がミュージカル作る時もいつも心掛けているのは、リプライズっていう手法があるじゃないですか。一つの曲が、別なところでもう一回出てくる、はいはい、あれも伏線と一緒だから。なるほど、うん、旋律がね、あの意味を持ったりしてね。でこの一つの曲が耳に残ってて、うん、でそれがまた全然違うところで出てきた時に、あそうかあれとこれはつながってんだとか、うん、あのシーンのこの気持ちが ここにつながる。いいミュージカルってそうですよね。そう、うん、だ僕日本の歴史っていうミュージカルを作った時はもうリプライズだらけのミュージカルだったんですけども、うん、でそれで言うとサウンドミュージックはすごいんですよ。であのサウンドミュージックって曲は都合3回出てくるんですよ。そうでしたっけ。で2回目、1回目は彼女のそのこうもう歌が大好きなのよ、歌とこの自然が大好きなのよみたいな歌じゃないですか、うん、2回目がどこで出てきたっけ。あの子供たちがお父さんの、うん、婚約者が初めてその家にやってきた時に歓迎の歌をジュリー・アンドリュースが教えるんですよ、うん、でみんなでそれを歌うんですよ、うん、お父さんが聞いて感動してつい一緒に歌い出しちゃうんですよ。そこでだからその親子のその情愛のシーンになるんですけど、うん、そこで歌ってたのがサウンドミュージックなんですよ、うんうん、でしかもそのあの最初のシーンで彼女が歌ってる時ってあの歌ってミュージカルとしての歌じゃなくて、ああ映画として、はい、あのマリアはあの歌として歌ってますよね。歌ってんですよ、うんうん、ということはあの歌はあの世界の中ではポピュラーな曲なんですよ多分、うんうん、上を向いて歩こうみたいな。なるほど。子供たちが歌った時にお父さんも途中から歌い出すってことはお父さんも知ってたんですその歌、はいはい、だからマリアの大好きな歌をお父さんも大好きだった、うん、っていうのがなんかまあそこでまたつながるじゃないですか、うんうんうん、それがなんかもうリプライズのまず面白さ。なるほど。でしかも3回目どうやって出てくるかっていうと今度マリアが、1回もあの家を離れて出てっちゃうんですけど、うん、子供たちがなんか歌おうかみたいな感じで歌い出すのがまたその曲なんだけど全然楽しくないんですよ、うん、マリアがいないから、うん、あんなに素敵な歌だったのが、うん、その輝きがなくなってる、うん、それもなんかまたリプライズのうまさっていうか。なるほど。3回出てきて一番すごいのがあの子供たちがパーティーでなんか舞踏会みたいなところで歌を披露するんですけど、うん、その時の歌が、なんか お休みの歌で、あ、はいはい、一人一人こう消えていく歌、はいはいはい、それが次なんで出てくるかっていうと今度一番最後のナチス、うん、野外あのそうそう演奏会でナチの手から逃れるの一人ずつね、あれと見ればトリックになってるんですよ、うん、やっぱそういうなんかこう構成がやっぱすごく見事で見せ方がうまいんだと思うんですよ、うん、で、アーネスト・リーマンっていう人が脚本家なんですけど、うんうん、この人ってウルワシのサブリナを書いたりとか、あと北北線進路を撮れとか
あと僕の好きなあまり知られてないんですけど、ブラックサンデーっていう、あ、はいはいはい、なんかそういう面白い映画をいっぱい描いてる人で、ブラックサンデーってジョン・フランケンハイマーだっけ、そうです、あ、はいはいはい、その人が描いてるからなんかこう手慣れっていうかうまいんですよ。僕まず第一にサウンドミュージックにそういえば脚本家は別にいたということを今そういえば認識しました。でアーネスト・リーマンはだからやっぱりセリフもうまくて、うん、でそのマリアがいなくなって、で修道院たちが探してる時に修道院長にマリアがいなくなりました、で、心当たりのところは全部探してみたんですけどもどこにもいないんですよって言ったら、修道院長が彼女は風のような女の子だから心当たりのないとこを探しなさい、うん、もうなんか和田誠さん的ないいセリフでしょ、うんうん、そういうのがなんか山ほどあって、うん、やっぱそのそれは映画オリジナルでしょうね、多分、うん、そうだと思うんですけど、うん、ほぼ完璧な伏線映画だなっていうふうに思うし、総合的にサウンドミュージックはとにかく完璧な映画だっていうのが僕の印象です。まあしかし改めてお話伺うとすごくなるほどと思うけど、そこまで言わなくてもみんな最高の完璧な映画だとは思ってますよね。でもそのなんだかざっくりいい映画だっていう印象あると思うんだけど、細かくその構成とかが優れてるっていうふうには多分あんまり見られてない映画のような気がします。シドニー・ルメット監督の最初に撮った映画が12人の行かれる男、もう僕のベスト映画と言ってもいいぐらいで何回も見てるんですけど、うん、それだけにちょっとこうあらが見えるようになってきてしまって3つ問題点がある。12人の行かれる男の3つの問題点、いつものお願いですけども、チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。10年以上見てないんで、うん、ちょっと見た瞬間ちょっと笑っちゃったんですよね、うん、面白かったんですよ